どうも、しゅんです。こんにちは。今回は、なんと、ひろゆきさんにお越しいただきました。ひろゆきさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。就活生が聞きたいことを、代わりに今回私がひろゆきさんにお聞きできたらなと思っております。ひろゆきさんが、今一番、ご自身が就活生だったら行きたい会社を、ちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか。電通とかですかね。理由とかってお伺いしてもいいですか？ある程度大きな会社の予算を扱うのと、一人ができる権限が結構でかいっていうのと、あとは政府系の仕事とかコネも作り放題だったりするので、ちゃんと仕事するんだったら楽しそうな会社だなと思って見てますけど。ひろゆきさんは実際大学生に戻ったとしても就活ってされますか？僕、その大学生の時に一応会社を持ってはいたので、会社があるんだと多分その会社の運営をしなきゃいけないので、就活そもそもしないよねって話になっちゃうと思うんですけど今一般的に就職活動において自己分析とか企業研究っていうのはいろんな要素があるんですけども、その中の自己分析って結構就活生の中の悩みの大半を占めると言われてて、自己分析の中でもなんか自分の軸がわからないとか就活の軸がわからないっていうような悩みが多いんですけども、ひろゆきさんが考える自分の軸の見つけ方とかってございますか？自分の軸が見つけられるということ自体がまず間違いな気がするんですけど、学問的な言い方をすると、自分が自覚している自分の性格っていうのと、自分が意識してない相手が分かってる性格と、あと自分も他人も分かってない性格とか4種類ぐらいに分けられるんですけど、そんな感じで自分自身が知覚できるのって自分の性格のうちの4分の1だけなので、そんなものを正確に把握してもしょうがないし、割と世の中大人で自分の性格ちゃんと把握してる人の方が少ない気がしますけどね。確かにそれはありますね。ひろゆきさん的には企業選びとかっていうのは軸とか価値観とかっていうよりは条件とかで考えた方がいいっていう感じですかね？自己分析をしなければならないと思い込んでるところがまず間違いだと思うんですけど、要は入りたい会社があって、じゃあその入りたい会社にどういうふうにアプローチしたら入れるかって考えるのであれば、それは一歩ずつ積み重ねるものがあるので意味あると思うんですよね。例えばじゃあ電通入りたいんだったら、電通の企業分析して、ある程度電通で何やりたいのって言われたら、こういうことしたいですって具体的に答えられた方が面接の時ポイント上がるよねとかは分かるんですけど、自己分析って何のポイントが上がるか分かんないので、それをやるべきっていうのがちょっと最初からずれてるんじゃないかなと思ったんですけど。確かに一般的な就職活動において自己分析やりなさいとか結構言われたりするんですよね。それはひろゆきさん的には本質的じゃないっていうことですかね？まあ、しゅんさんも含めてになっちゃうんですけど、就活の仕方を教えてる方々って就活をしてる人たちにとって有用な情報を持ってないことが多い気がするんですよね。結局その入りたい会社の人たちが決めるので、その人たちが何を考えてるかっていうのに合わせていくべきなんですけど、その会社の人でもない赤の他人がこうした方がいいよって全然役に立たないと思うんですよね。なのでなんか外側の人の言うアドバイスって意味ないんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、僕その就活自体はしたことないんですけど、なのでそのじゃあ就活したことないから就活のアドバイスをすること自体が無意味という考え方もあるんですけど、ただ僕採用する側で人を見てるの で、 そ う、 ですよ、ね、そうするとどういう人を採用するっていう基準は分かるので、就活のアドバイスを採用する側じゃない人たちに聞くのはいかがなものかなと思ってしまってたりするんですけど、しゅんさんすいません光栄です。なんかめちゃめちゃちゃんと論破された。企業によってやっぱ基準とかも違いますし、汎用的な法則があるっていうのが自体が間違いっていうことですよね。そういうものがあるというふうにした方が教えやすいっていうのあると思うんですけど、例えば中小企業とかだともう社長の好き嫌いだけで決まったりするので、顔が良かったらはい OK とかだったり、すげえそのスキルとかスペックとか資格とか持ってたとしても、なんか喋り方がムカつくから嫌だとかで切られたりするわけじゃないですか。なので世の中そんなもんだよねっていうところで見てった方がいいと思うんですよね。そんなに深く考えすぎずに企業によって違うであったりとか、そもそも就活エージェントとか我々の含めて就活の情報発信してること自体が正しいかも分かんないっていうことですよね。まあそうですね、まあ、入りたい企業の人に聞くんだったらそれは意味があると思いますけど、やっぱなんかじゃあこの女の子と付き合いたいみたいな時って彼氏がいたらもう無理じゃないですか、はい、就活も基本そうで、別にもうあの新卒そんなに取る気がないけど、一応新卒で採用するっていう表向きにしとかないと来年来ないかもしれないから表向きやってますみたいな例もあるわけ で、 でそうした場合ってその企業分析自己分析とかしても全部無駄じゃないですか。確かに。なのでその相手がどういう状態なのかっていうのはちゃんと見た方がいいんじゃないかなと思いますけどね。
ひろゆきさんは採用する立場だと思うんですけども、一緒に働きたい方の条件とか、こういう人と一緒に働きたいっていうのを教えていただいてもいいですか？一緒にいると楽しいとかになるんじゃないですか。作業をしてお金を稼ぐっていうのは、大体真面目な日本人誰でもある程度できるんですよね。特殊技能を求めてるとかだったら別なんですけど、何か嫌なことをやってお金をもらうっていうのが仕事なんですけど、どうせ嫌なことやるんだったら、その楽しい人たちやってる方が楽しいっていうので、部活が楽しいのって部活やってる友達が楽しいから部活自体が楽しかったっていう誤解を頭の中に植え付けるんですけど、そういう感じなので、メンバーが楽しいっていう方が長期的には長く続くんじゃないかなと思ってますけど。ひろゆきさん、結構いろんな方と仲良くされてるなってイメージだと思うんですが、こういう人と一緒にいて楽しいみたいな、もし共通項とかがあったら教えていただきたいなと。あんまりないですね。こういう人はいない方がいいのにと思ってる人もいますからね、まあ、いろんなバリエーションがあった方が結局うまくいくみたいなのもあったりするので。確かに。じゃあ自分と全然違うタイプの方とかの方が楽しいと思う確率が高いとかってありますか？ひろゆきさんみたいな方、想像もしてないところからボールが来たりするので、そういう意味では知見が広がるっていうのがありますからね。じゃあ一緒にいて楽しいっていうのが一つの基準ということで、ひろゆきさんありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。